今週はずっと天気が良かったんで、ちょっとね、庭でオムライスを作ってます。はい、皆さんこんにちは。ジジイの料理の時間です。はい、ちょっとね、ずっと天気がいいんで、ちょっと庭の方に出て、料理を作ってるんですけども、まあね、あれですわ、料理から離れてるとやっぱね、練習しとけんかったらね、はいはい、ジジイの料理はうまいでとかね言われてもね、本当はね、あれですわ、しょっちゅうこうやってね、暇あったら練習しとけんかったら、料理からね、やっぱり離れてたら、はい、勘も鈍るしね。はい、そんなんでね、今日はあれですわ、いつもの、5分で炊けるご飯と、それにね、ちょっと夕べの残り言うんかな、つくねがね、2個ぐらい余ってたんで、ちょっといっぺん入れてみて、つくねをつくねとしてね、なんか鍋に使うんじゃなくして、ご飯と一緒にいっぺん炊いたら、はいはい、簡単やしね、味もね、つくねについてあるし、使えるんちゃうかな、いうことで、ご飯とつくねと一緒に炊いて、はいはい、それにね、卵と、それと、今回は、キノコのホワイトソース。はいはい、それでね、オムライスを作っていきます。はい、そしたらね、今回のつくねってうるさいな。つくねも言いませんわ。はい、そんなんでね、今ご飯炊いてるんですけども、それとね、並行して、これまあ一人前やから、もう一つね、実は横にあと一つバーナーがあって、二人分作ってるんですけども、はいはい。後からまたお見せしますわ、そっちの方は。まあね、こうして最初にいろんなものを混ぜてしまういうのは、料理としては正当じゃないとは思うんですけども、以前ね、よくまかないの料理を作ってた時に、オムライスじゃなくしてオムレツの時に玉ねぎとかミンチを炒めて、そして卵を焼いて、それにね、具材を入れて巻きつけるいうね、方法なんですけども、それをね、いっぺんにもう卵とミンチと玉ねぎね、炒めたやつをそのままミックスして、でそのままいっぺんに焼いてしまう、はいはい、そういう方法をとってたんでね、それでもね、結構おいしかったんで、はいはい、今もね、そういうふうに家では作ってるんですけども、はい、それとね、まあ明日からちょっとキャンプ行くんですけども、あれですわ、スーパーでね、仕入れいうかね、いろんなものを、買い出しに行ったんですけども、ちょうどレジがね、いっぱいで、みんないっぱいな思って、運が悪かったんか、なんか目の前見たら2つかご持って、それも山盛りにね、積んでる若い夫婦がおって、わあ、失敗こいたな、他空いてないかな思ったけど、他もね、みんないっぱいして、まあ仕方ないな思いながらずっとと言ってたんですけども、その時のね、話がめちゃくちゃおもろかったんですわ、はいはい、まあ、あれですわ、今回ちょっとね、時間がないんでね、言いませんけども、はい、次回ぐらいに、はい、その話をいうことで、今これしめじをちょっとね、素焼き言うんかな、ちょっと炒めてるんですけども、ちょっと水分飛ばして、香りを引き立てるいうね、そういう感じで、はいはい、今油も入れんとそのまま火にかける。そしてベーコンですわ、はいはい、ベーコン入れて、でベーコンもね、ちょっと色が変わるいうかね、炒めていくんですわ。この方法でね、やるとね、しめじのね、いい香りが立って、あー、キノコのソースやなーってね、よくわかるんで、目つぶってても。はいはい、そんなんでね、ほんでこの後バターを入れていきます。はいはい、あれですわ、ちょっとさっきの話じゃないけど、お前あれ買うてきたか、あれってなんやろな、あれやがな、お前あれとかそれとか、あんた最近老化現象やな、何言ってんねん、お前こそね、
俺のこと分かれへんのかいな。そんなな、人をバカにするんやったら今度のな、事業参観俺行けへんど。お前行けよ、ほんだら。みたいな。そんな話してはって。ほら、見てみーな、大きい声出すから。後ろのおっちゃん笑ってはるやんか。言われて。笑ってないって言いたかってんけど。はいはい、そんなんでね、しょうもない話してる間に、料理の方がね、進んでるんですけども、ここでね、小麦粉。はい、それを入れていきます。小麦粉はちょっとね、振りかけて、ソースが、ダマにならないようにね、しています。その後に塩コショウ。まあ今回は、クレイジーソルト。いろんなね、ハーブが入ってるんで、ちょっとでもね、料理が下手なんで、深みを出すために、はいはい。はい、こういったものを使うんですけども。で、その後に牛乳。これ、どれぐらいやろ、まあ 100cc ぐらいかな、はい、100cc 前後入れて、あれですわ、最後にね、パルメザンチーズ、はいはい、それで完成ですわ。はい、これでね、ソースの方が完成なんで、あとはね、火から下ろして、ちょっとなじませるかね、はい、これね、これがパルメザンチーズになります。はいはい、これもね、もっと簡単な方法で、ホワイトソースとかね、売ってるんでね、そういうのを使った方が、キャンプなんかね。で、今入れたんが、ちょっとね、青い、パセリとかはちょっとね、家になかったんでね、青い野菜をね、ちょっと刻んで、はい、入れてみました。今のはね、はいはい、言いませんけどね、青い葉っぱですわ。青い葉っぱを入れてます。はい、続いてね、そしたら卵。卵はね、常温にしといたやつを、2玉。フライパンは、デバイヤー。これ何センチある ?16 センチぐらいのやつ。薄型のやつね。そして油をひいて、フライパンに油をなじませて、ちょっとね、多いめに入れて、全体になじんだら油を戻す。そういう方法の方がね、ひつかないでね。はいはい。んでね、真ん中へね、持っていくんですけども、ほとんど見えてませんけどもね。はい。早めにね、これ火止めてくださいね。もう早めに、フライパンがね、あったかいんでね。早めってうるさいなって。はいはい。これ肝心なんですわ、めちゃくちゃ。はいはい、そんなんでね、そんなこと言うてる間にも、はいはい、ちょっとね、やっぱりフライパンが熱が残ってるし、少し硬くなってきたかな。はい、それじゃね、盛り付けていきます。まあご飯の方はちょっとね、反対の方にちょっと傾けといて、ソースが全体にかからないように、端でたまるようにしてます。見た感じね、全体にかかるよりか、ちょっとでもね、はい、下は卵やでいいのが分かるように、見て、右側ちょっとへこんでるでしょ。はい、そしたらね、続いてソース。はい、いい感じですね。はい、こんな感じね。量的にはぴったりかな。はい、これで完成になります。いかがでしたか、ジジイの練習風景。参考になりました？次回もよろしく。はい、そんなんでね、ほんだら食べや言うてね、おばあちゃんに渡したら、めちゃくちゃ美味しいわ、言ってね、食べてもらったんですけども、それが証拠にね、写真撮るときはね、もう半分ありませんでしたわ。はいはい、そんなんでね、ちょっと初めにも触れてたんですけども、もう一つね、メスティンでご飯炊いてたんですわ。はい、それもね、ほったらかしでご飯を炊いてたんですけども、やっぱね、うまいこと炊けてるんですけども、やっぱ少し火力を調整してなかったんでね、はい、下がね、はい、こんな感じですわ。2個同時にするんやったら2個並べてせえへんかったら、
目が行き届かないいうね、そういう感じになってしまいました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いしてます。よろしくお願いしてます。はい、それじゃないな。はいはい、最後の最後に噛んでもた。